し、 50m ダッシュ15本終わり。しばらく休。はい。おら、どうした、声が出てないぞ。もっと元気出せ。はい。もうすぐ夏の全国大会だな。今年も優勝すれば史上初の全国3連覇か。そうなったら俺たち入学以来負けなしで卒業だな。ああ、頑張ろうぜ。みんな、お疲れ様。汗かいたでしょ？みんなタオル持ってきたから使って。サンキュー。しかし、マネージャー変わったよな。ほんとほんと、小学生の時は応援団長までやってあんなに騒がしかったのに。今じゃすっかりおしとやかになっちゃって。翼くん、はい、タオル。ありがとう。なんだよ、翼のタオルだけ新品じゃんか。え、なんでだよ。なあ、なんでだよ。もういいじゃない。あいて。おい、翼。翼、片桐さんが来てるぞ。え、片桐さん。あっちにいるから行ってきなさい。はい。なあ、片桐さんって誰だ。ああ、全日本さ、今年の春に翼が高校選抜の合宿にと。へえ。こんにちは、片桐さん。元気そうだな、翼。はい。今日はお前のプレイ動画をブラジルのプロサッカーチームに送った件で話があってな。本当ですか？どうなりました？いくつかのチームから返事が来た。お前のプレイに関心を示しているようだ。本当に14歳なのかという問い合わせもあったよ。じゃあ中学を卒業してすぐにブラジルに渡れるんですね。ああ、しかし向こうもプロだ。すぐに契約はしてくれんだろう。おそらく向こうに行きプロテストを受けなければならないだろうな。はい。翼のサッカーの師、ブラジル代表センターフォワードロベルト本郷。翼は小学校卒業と同時にロベルトさんとブラジルへ渡るはずだった。しかしロベルトさんは何らかの事情で翼を連れて行かなかった。だが翼は失意をバネに大きく成長し、全国中学生サッカー大会を2連覇した。翼の実力は今や高校生レベルよりはるかに上にある。片桐さん。ああ、すまない。それじゃあ。え、もう。私も忙しくてね。まあとにかく今は全国中学生サッカー大会に全力を傾けろ。ブラジルの話はそれからだ。はい。必ず勝てよ、翼。もちろんです。俺の目標は全国大会3連覇ですから。そうだ翼、3年連続、いや小学生の時から通じて4年連続の全国制覇を成し遂げるんだ。そしてブラジルに渡りサッカーの国でもトップになるんだ。その時日本のサッカーは変わる。翼、お前がリーダーとなって日本のサッカーを変えるんだ。そして夢はワールドカップに。じゃあ。話は終わったみたいだな。うん、よし。うん。ふぅ、ハーフタイム、ハーフタイムっとは。ふん。お、何？お前はヒューガ君。てめえ、何しに来やがった。たまたま近くに遠征に来たんでな。挑戦状を叩きつけに来たのさ。挑戦状だ。全国中、しかし今年は違う。中学ナンバーワンゴールキーパーの若島津はもちろん、
それに、そしてサッカーは一番今年こそ。お前らなん、ヒューガ君、俺たちだ。そうだぜ、今年も。けっ、おめでたい奴らだ。もう全国大会に出た気で嫌がる。ほんとほんと。誰だ。なんだ、浦部たちじゃねえか。久しぶりだな。小学生の時以来じゃねえか。なれなれしくすんじゃねえよ。昔は同じチームだったが、今じゃ敵同士なんだぜ。なんだとてめえ。お前ら南葛中の連勝記録を止めるのは東方なんかじゃねえ。俺たち大玉中だ。何？何を言ってやがる。小学生の時のプレイぶりを見た限りじゃ、お前らで南葛を倒すなんて夢のまた夢だ。いいだろう、俺たちの実力ちょっとだけ見せてやるぜ。新田、行くぜ大空翼。この感じは。翼、そのボール俺たちから守ってみろ。行くぜ。よし、翼がボールを取られた。4人がかりとはいえ、翼からボールを。それ、いった！はい！いけ！俺のハヤブサシュート！すげえシュートだ。見たか、これが大友中の実力よ。今年の全国大会出場は俺たちだぜ。いいか翼、その余裕の面が二度とできないように県大会でお前らをぶちのめしてやるからな。そういうことなんで、県大会の決勝まで負けないようにせいぜい頑張ってくださいよ翼先輩。ああ、そうだ、ヒューガさん、先輩たちにいろいろ言ってくれましたけど、そういうことは俺みたいに一度でも日本一になってから言ってください。何？じゃ、あんたの愛弟子の沢田武史によろしく伝えておいてください。小学生の全国大会決勝戦の時と同じく、また俺が叩き潰してやるってね。じゃ、学校に帰るぞ。おっ、学校に帰るってまさかここから大友中まで。このいつも。じゃあな。そろそろ。あばよ。裏、あの、そして彼の。あんな今年の大会は。翼、そんなに気を落とすなよ。あいつらだって一応4人がかりじゃボールを。そうだよ翼。みんな、後半俺が 1,2 年生のチームに入る。どういうことだよ。いいから始めるぞ。どうだ。
もらったぜ。何？チェック南葛のディフェンダーが務まるか。もらった。よし。今のくらい若林くんなら胸で。一体どうし、そうだよ、さっきの俺たちは油断してないつもりでも、けどそれに努力してるの、みんな俺たちを目指して。それなのになんで。じゃあ翼、次は何をする。翼の言う通りさ。ああ、それを消せ。何でも言え翼。そうさ、みんな、よし、みんな全力で突っ走るぞ。ああ。7月、夏の青空の下、ついに始まります。果たして今年栄光の、その優勝候補の筆頭に挙げられるのは、なんといって南葛中キャプテン大空翼くんが入学以来、そしてこのチームは実に さあ、いよいよ開始。優勝旗返還。今、昨年度優勝校南葛中キャプテン大空翼くんが優勝旗を返還します。石崎、あの優勝旗、今年は俺たちがもらうからな。けっ、何言ってやがる。そういうことは決勝まで勝ち残ってからいいな。よく言うぜ。なら俺たちはお前らより多くの得失点差で決勝まで勝ち残ってやるぜ。ふざけんな、俺たちがお前らに負けるかよ。よし、じゃあ勝っ、面白いじゃねえか。決勝、何？なるほど、でも決勝ではそのよ。こうして始まった静岡県大会。優勝候補筆頭の南葛中は翼を中心に順当に、一方の大友中もフォワードの新田がゴールを量産するサッカーで、トーナメント、そして決勝戦、いよいよ。
いいかみんな、我々はここまで危なげなく勝ち、大友中は今大会無失点のチーム、浦部たち4人と長身ゴールキーパー、そして 100m を11秒台で走る単純な戦術だが、その種十分に気を引き締めていくんだ。はい監督、今日は俺を、翼が新田をマーク、俺がいつものように攻撃に重点を置けば、大友中、それに新田は俺も、そよし分かった、みんな、いっ、はい、はい、みんな大会3連覇に向けて今日は、この1年俺たちは打倒南葛を目標に頑張ってきた。そして今の俺たちなら必ず今年こそ、見てろよ大空。さあついにやってきました、全国中学生サッカー大会静岡県大会決勝戦。両チームともスターティングメンバーは今大会のベストメンバーを揃えてきました。南葛中の翼くん、大友中の新田くんの両エースは共に同じサッカー少年団南葛 SC 出身。しかも翼くんは3年前の全国少年サッカー大会優勝時のキャプテン、また新田くんも2年前に優勝した時のキャプテンなのです。その上、翼くんと共に戦った選手のほとんどが南葛中、大友中の3年としてここに戦うことになったのです。いわば因縁の対決でもあるこの試合、果たしてサッカー王国静岡を制するのは常勝南葛か、それとも新鋭大友か。さあ大観衆の見守る中、静岡県大会決勝、今キックオフです。俺たちが打倒な全国少年サッカー大会で大会の言うけれど、どちらかといえばそう、その劣等感、そして翼、俺たちはこの1年だと翼のスピードについていけるようになる、翼のあらゆるフェイントに反応する。1年間猛練習を積んでき、お前ほどのサッカーの才能はないが、みんな今日勝つのは俺たちだ。いっ、ああ、さて、ようやっと大空翼に会えるたい。そうですね。いや、俺はこの時を待ってたんだ。来い新田、ドリブルと見せかけてパス、伊沢くんセンターラインを越えて攻め込む、かわした、これはごぼうですだ。伊沢くん素早く横にかわす、狙いしますが、リュート、これは反応しているぞ。一条くんゴールを守った、パントキックで大きく蹴り出した、ここでパスカット、翼抜けるもんなら抜いてみろ、4人だろうと今度は抜く、すごい、抜ける隙がなかった、さすが翼、勘ついたか、横をすり抜けた、伊沢くん連続突破に乗せます、シュート、パントキック、どこまで運べるか、ここでチャンスを潰します、伊沢くん激しいタックル、タックル、ここからチャンスを作れるか、伊沢くんタックルを決めた、ここは抜かせません、タックル素早く横に倒す、吉川くん、それ翼くん、ここは抜かせません、得意のヒールリフトに行った、お箱のヒールリフトだ、翼くん必殺のシュートを放った、このシュートを体で止めるつもりだ、
ボールの勢いをうまく抑えた。石尾くんタックルも決めた。見た。長いパスが通った。矢田とぶつかっていった。小田くんここはパスに切り替えた。かわしてフリックスター。鋭いスライディング。浦部くんスルーパスを狙う。体ごとぶつかっていった。タッ翼くんこれは何度突き落とすんだ。スライディングで止めた。岩見くんタックルも決めた。スリー横にかわせる。シュートまで持ち込めるか。ボールを奪った。それ岩見くんここはパスに切り替えた。翼くんボール前に持ち込んだ。それいけ。来い翼先輩、俺の力を見せてやれ。くらえ。くそ。さすがだぜ翼。あんたの顔面を狙っ、それをわずかながらボールに。やるな。何？俺は嬉しい。久々に。ここでコーナーキック。さあゴール前。ここは好きにさせません。体ごとぶつかっていった。新田くんゴールを狙う。中里くんここはパスに切り替えた。小田くんスライディングでカット。小田くんパスを回せる。ここはパスを出した。滝くんここはパスに切り替えた。ドリブルで突破。そら奇数に分連続突破で見せます。そらドリブルで突破。くん豪快にシュート。それ反応しているぞ。あっとこれを止めた。パントキック、どこまで運べるか。ここで奪った。翼くんボールはそこに渡しません。渾身のシュート。必殺のシュートでゴールを狙う。体ごとボールにぶつかっていく。これはブロック失敗だ。パントキック、どこまで運べるか。ワンタッチで襲う。鋭いスライディング。さあ出して振り切った。伊沢くんボールを奪うことができません。敵陣へ攻め込みます。佐藤くん敵陣も切り裂く。大友、これはコースの連携を一段と高めてきました。ボールがタッチを割りました。南葛、ここでスローインを得ました。岩見くん、こぼれ球をキープ。南葛、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。よし、なに？ジャンルが決まった。ドリブルと見せかけてパス。キスリ君、ここはパスに切り替えた。新田くん、このボールをコントロール。決めた。ドリブルと見せかけてパス。岸田くん、ここは抜かせません。ロングボールを送る。新田くん、早くだ。シュートだ。相手ボールを捉えるか。くせいだ。石崎くん、ここはパスに切り替えた。あっと奪い返した。ドリブルと見せかけてパス。かわして振り切った。ドリブルと見せかけてパス。それアッチュン、スーパーボールを抜く。これはごぼう抜きだ。タッチュン、必殺のシュートでゴールを狙う。横っ飛びで鋭く反応。キーパー反応するも決まった。狙いすました。ドリブルだけじゃないんだぜ。そこだ。新田くん、左へパス。それを出します。キラカ君、素早く横にかわす。体ごとぶつかっていった。翼君、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。翼君、一発のシュートを放った。このボールに飛びつく。一条君、ボールはまだ生きている。ハルさんか、得意のヒールを抜いた。ボールは友達、渡しません。
翼豪快にシュート。これは反応しているぞ。これはキャッチできない。さあ、この位置で受けた。翼くん、お箱のヒールリフトだ。やった。中山くん、タックルも決めた。素早く横にかわす。やった。一気に抜き去る。次々に抜けていく。ドリブルでボールを取る。新田くん、鋭いドリブルで抜き去る。敵陣を切り裂く。シュート。森崎くん、ボールはまだ生きている。ゴールを割らせません。伊沢くん、ここはパスに切り替えた。それドリブルと見せかけてパス。岩見くん、ここはパスに切り替えた。杉くん、激しいタックル。伊沢くん、スペースにパスを出した。狙いすましたパスを送る。時計はすでに30分を示しています。前半も残すところはあとわずか。大友、これは攻守の連携を一段と高めてきました。よし、只見くん、横にかわして突破。チャージが決まった。これはタッチを終わります。スローインでのリスタート。中谷くん、ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス。滝くん、ここはパスに切り替えた。岩見くん、ここは抜かせません。ドリブルでボールを運ぶ。狙いすましたパスを送る。ここでチャンスを潰すのだ。滝くん、激しいタックル。シュートを放つ。ゴール隅に決まった。もうワンパターンとは言わせないぜ。このパスをトラップ。ここで前半終了。県大会決勝。よし、みんなご苦労。ほら、マネージャーがつく。みんないただけ。はい、こりゃあり。さあ、後半もこのちょ。くそ、リードを許すなんて。俺がもっと焦るな、ニッタ。うちは俺たちが守り。はい、チームが勝てるかどうかは俺の得点に決めた。今のオチはどうする。俺のスピードなら、そしてパスを受けたら。いや、それならばもうトラップでも。おい、ニッタ。とにかくやるしかない。鋭いスライディング。浦部くん、
渾身のパスを味方に送る。あーっと完璧にかわされた。高杉くん激しいタックル、ドリブルと見せかけてパス。只見くんここで奪った。センターラインを越えて攻め込む。そら高杉シュートだ。これは見事にキャッチ、パスを出します。ここで大きくサイドチェンジ、長いパスが通った。山田くんここは抜かせません。渾身のパスを味方に送る。このタイミングだ。これは最強なクラッチリアットぞ。このシュートは枠を取れた。おいおい、お前は翼じゃねえんだぞ。そんな高度な技10年早い。分かってる、俺だってそんなことは100点も。これが南葛に浦部、どういうことだ。わからん。でも俺たちは奴にパスを。浦部、南葛ゴールキックで仕切り直します。森崎君ロングパスだ。木杉君ワンタッチで送る。そこだ。ドリブルで突破、ドリブルでボールを運ぶ。中山くん激しいタックル。新田、新田くんこのボールのコントロール、チャージが決まった。池山くんパスを出します。それ翼さん、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達渡しません。翼くんこれは南米式のドリブルだ。止められない。パントキック、どこまで運べるか。すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。キスギ君素早く横にかわす。ここから一気に攻め込みたいところ。キスギ君ここから打ってきた。長野君ここは抜かせません。このセンタリングをものにできるか。空高くで火花を散らす。飛び上がってのセービング。あっと、これを弾いた。西尾くん、ボールを狙うも届かない。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ダイレクトでパス。伊沢くん、横にかわして突破。ゴールラインに持ち込んだ。伊沢くん、シュート。鋭いスライディング、パスを回す。西尾くんここで奪った。ここからロングフィードを送った。ダイレクトでパス。翼くんこれは南米式のドリブルだ。それボールは友達渡しません。翼くんこれは南米式のドリブルだ。連続突破で見せます。中山くんここは抜かせません。伊沢、ここはパスを出した。川田くんボールダッシュ。最後まで一旦にパスを。スライディングで止めた。ソラ、チャンスが決まった。南葛ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。クルも決めた。よーし、すり抜けた。止められない。キスギ君いけー。強烈なシュート。一条君このシュートを正面から受け止める。パントキック、どこまで運べるか。ヘッドでパスを送る。滝君ここをパスに切り替えた。ドリブルで突破。キスギ君必殺のシュートでゴールを狙う。決まった。まさにこれがテントリアの仕事だぜ。タウレそれ、ここは抜かせません。ここはパスを出した。長野くん素早く横にパス。これは逃亡抜きだ。ドリブルを突破。ここから一気に攻め込みたいところ。長野くんシュートだ。クリアでキューバをしのぎます。翼くん激しいタックル。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達渡しません。翼くんシュート。一条くんゴールを守った。
ントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。岩見くん、ここは抜かせません。このタックルは二つに終わります。石谷くん、横にかわして突破。渾身のシュート、横跳びで鋭く反応、なんとか防いだ。いよいよ後半アディショナルタイム、両チーム最後の力を振り絞って走ります。空高くで火花を散らす、懸命に飛びつく。キーパー反応するも決まった。岩見くん、決まった。締めてきた。ボールを奪うことができません。スピードに乗ったドリブル、これはゴールラインを割ります。南葛、ゴール前からどう展開していくか。大きくパス、キスギ君ダイレクトでパス、翼君これは南米スのドリブルだ。ボールは友達渡しません。翼君これは南米スのドリブルだ。連続突破で見せます。翼君豪快にシュート、これは反応しているぞ。あっと、これを弾いた。翼くん、ボールは友達、渡しません。豪快にシュート、ここからシュートに持っていく。中山くん、このホームに立ちはだかる。まさに必殺の一撃で、俺たちの闘志を見たか。ここで試合終了。全国中学生南葛、南葛は強い。はい。しかし。はい。そう。お。私は全日本サッカー協、君たちは今年の全国。そうか。小学生だが今日、それを一番翼がより、そういう意味では。石崎、浦部、負けたぜ。約束通り、何でも言う。いいよ浦部。あれはなかった。そう。よし。本当に。ああよし、こうなりゃ目いっぱい。その代わり負けんじゃねえぞ。お翼、やっぱりお前には全国大会で負けたらしょ。みんな、うん、絶対。ではこれから優勝した南葛のキャップ翼くん、言う。ありがとうございます。これから全国大会に挑む、今一番対戦してみたい、対戦してみたい選手です。今一番、三崎太郎くんで。三崎くんというと小学生時代。はい、そ一説によるとあの決勝で痛めた。いや、あの三崎くんに限ってきっとどこかで。さ、大空翼、三上さん。ああ、片桐くん。ドイツ留学中の若部。相変わらず頑張っているよ。ハイレベルなプロ選手の中、もうわしのコーチがなくとも。そうですか。となると、しかし彼は小学校、三崎のお父さん、彼がサッカーをやとなると。はい、もしもし、なん。南葛が全国大会行きを決めた翌日、日本各地でも続々と代表校、チームのほとんどキャプテンの松山を中心、誰にも真似のできないとチームの得点の 90% を叩き出す全国屈指のゴールキーパー中西を擁し、そして東京。さあ
と前半に中学ナンバーワン対する武蔵中小学生全国大会で勝ったミスニ純くんが途中出場し1試合に30分という制限今大会無失点だったち。そしてここでついに勝つのは俺はもう負けるか。僕は2年間厳しい全国大会にも行けず抜け止め何おっとどうした。そしてヒューガ君の足元からミスギ君そのこぼれ球行くぞみんな。これはミスギさんが作ったチャン命がけで作ったチャンスだ必ず得ミスギ君の執念ここだ。ま一ノ瀬君からのラストこれは決定的な形若島津君もらった。お前らに止めました武蔵の執念の攻撃を。そんな見すぎみんな得点すみません見すぎくん。そしてあっとここ武蔵中まさに命東邦学園3年2年連続小次郎ずい あのどなたですか。キラー監督。えキャプテンや俺たけしも小次郎だが昔のお前はそんな男で一度グラウンドに出たら勝つために優しさあの時見過ぎの心臓を蹴破ってでも父親を事故で亡くし家計を助けるためにそんな逆境にありながらだが東邦学園に入りあの頃のハングリー精神今のお前は牙の抜け落ちた。そのままではたけしや若しますついには成長を続ける。わしは今これ以上大空翼に負けたくないのなら牙の抜けたトラキャプテンヒューガさん。それダメだ翼このシュートができなければ新しいのでもロベルトどうやってこのロベルトがそばで見でもロベルト日本で全国制覇 V スキンおいちゃう。監督キャプテンがヒューガさんが寮のどこにもどこにもいない。この大会直前に飛ぶよく多分キャプテンはキラ沖縄だと。キラ構造沖縄少年サッカースクール。ほらどうしたその程度の練習で根を上げ。はいキラー監督来たか。はい